今さらら聞けない IT 用語次の問題はこちらです感染したコンピューターが管理するウェブサイトを改ざんしてウェブサイト上に感染用プログラムを仕掛けることで別のユーザーがサイトを閲覧することにより感染を拡大させるそういった方式のコンピューターウイルスを何と呼ぶかということでウイルスの名称が問題になっていま,すまあ名称というのも分類というふうに言い方変えた方がいいかもしれませんね。 こういったコンピュータウイルスをガンブラというふうに呼びます。特に近年非常に流行ってまあ猛威を振るったコンピュータウイルスです。特徴としてはですね、ウェブサイトを閲覧しただけで感染する。これがまあ非常に恐ろしかったわけです。これウェブサイトを閲覧しただけでまあ感染するのはなぜかというと、まあ要するにそのウェブサイトがその事前にですね、もうすでに 改ざんされてるわけです要するに悪意のある人間がウェブサイトに侵入してそこにプログラムを設置する要するにウイルスを配布する見ただけでウイルスをダウンロードしてしまうようなそういったプログラムを設置しておくそうすることによってみんなが感染してしまうそして感染した結果コンピューターが故障したりですとかあとは乗っ取られるそういった被害につながっていきます。 もう見ただけで感染してしまいますので例えばあのウイルスメール迷惑メールに注意しているなんていう人でもですね感染してしまうという事態が起きてしまったため非常に社会問題化しました。